コリンダ・グラバルイコール・キタロビッチは、クロアチアの外交官、政治家である。2015年により、同国大統領を一期五年務めた。同国初の女性大統領である。なお、同国の大統領は、軍事、外交面で、一定の影響力を有するが、主に儀礼的な役割が中心となっている。2011年から2014年まで、北。 大西洋条約機構の広報外交担当の事務、次官補であり、NATO で初の女性の事務次官補であった。イーボサ・ナディルが、クロアチアの首相を務めた時欧州担当大臣、外務、欧州担当大臣、アメリカ合衆国中札クロアチア大使を務めた。クロアチア民主同盟に属し、三極委員会の一員である。ユーゴスラビア社会主義連邦共和国。 クロアチア社会主義共和国のリエカに生まれ、少年期をアメリカ合衆国で過ごしロスアラモスの高等学校を卒業する。その後ザグレブ大学人文社会科学部で学び、1992年に学士号を取得する。1995年から1996年にかけてウィーン外交アカデミーに在籍し、2000年に ザクレブ大学政治科学部の修士課程を修了する。2002年から2003年にかけて、ジョージ・ワシントン大学のフルブライトプログラムに参加する。ハーバード大学、ケネディスクールのルクシッチ小学金研究員、ジョンズ・ホップキンス大学、ポール・エイチ・ニッツェ高等国際関係大学院の客員研究員を務めた。1992年、 クロアチア科学技術省で国際協力を担当する顧問官となった。1993年には外務省に転籍する。1995年には外務省北アメリカ局長に就任し、1997年までその地位にあった。1997年にカナダ中殺クロアチア大使館参事官、1998年10月に、 公私3時間となり、2000年までカナダに駐在した。2001年、外務省の3時間となり、2003年まで勤めた。2003年11月、クロアチア民主同盟の一員として、クロアチア議会の議員に選出された。2003年12月に、イーボーサ・サナデルを主犯として組閣された際、欧州統合担当大臣に任命され、2004年から、 クロアチアの欧州連合加盟交渉を率いる。その後、2005年2月に外務省と欧州統合省を合併して外務、欧州担当省が新設されると同省の大臣に任命された。在任中、クロアチアの欧州担当及び NATO への加盟交渉などが重要課題であった。2008年1月、前年の総選挙を受けて内閣が再編された際、外務、 欧州担当大臣の地位は、ゴルダン・ヤンドロコビッチへと継承された。2012年9月、日韓紙、ユタルニリストは、グラバルイコール・キタロビッチが2015年の大統領選挙における、クロアチア民主同盟の立候補者候補となっていると、報じた。2014年、クロアチア社会民主党に属する現職のイボ、ヨシポビッチへの対立候補として、クロアチア民主同盟は、 グラバルイコール北ロビッチを擁立したことが発表された。2014年12月の第1回目の投票では、ヨシポビッチに次ぐ37.22%の得票率を得て、決選投票への進出を決め、ヨシポビッチとの決選投票では50.4%の得票率で当選を果たした。2019年12月22日執行の大統領選挙では、 得票率でゾラン・ミラノビッチ元首相の約30%に次ぐ27%で2位となり、2020年1月5日の決選投票では得票率47.3%で落選した。2020年2月18日に任期満了で退任。1996年にヤコブ・キタロビッチと結婚し、カタリナ・ルカの二次を持つ。クロアチア語のほか、英語。 スペイン語、ポルトガル語を流暢に話し、また、ドイツ語、フランス語、イタリア語の基礎知識も持つ。ありがとうございます。